北青軍は朝鮮民主主義人民共和国環境南道に属する軍。軍域は日本海に面するが、軍の中心地である北青友は内陸部に位置する。環境山脈に抱かれた山がちな地形であり、特上軍に源を発する南大川が南北に貫いて狭い平野を形成している。南大山は下流では新浦市との境界となり、日本海に注ぐ。 南に、三浦市、西に、高原郡、北に、徳上郡、東に、利原郡と接する。一遊、二労働尺、三十八里を管轄する。古くは、高栗、墨海、女神に属した。駒が、領域に収めた後、元の支配下に入り、三々と呼ばれた。1356年に、高来によって安北千古防御所が設置されて、北青州、 ついで州と呼ばれるようになった。朝鮮王朝時代には、環境道に属した。1417年、清州を改めて、北青と呼ばれるようになった。清掃大に、都歩府となり、理世愛の乱以後は府に昇格した。1895年には、北青軍となり、1896年以降は、環境南道に属した。当時は、現在の新浦市、 特上軍などの範囲を含んでいた。日本統治下でも若干の管轄区域の変更があった。ものの環境難道に属した。1945年8月15日時点では、北青、三浦、新し政の三遊と11面から構成されていた。北朝鮮成立後の1952年12月に行政区画の再編が行われた。これにより、軍の一部が三浦軍、 徳上郡新島佐郡などに分割され、北西面、警戒面、交渉面の全域と、続圧、面、に北西面、徳上面の各一部が、北青郡として構成された。1974年には、海沿いの新島佐郡の廃止に伴い、その一部を編入した。この節の出展心、政郡平ら線のに北青駅から、北青線が分岐し、北青駅を経由して、 北に伸びている。ありがとうございます。